ピーター・ガスリー・テイト・テイト予想とは19世紀にスコットランドの物理学者ピーター・ガスリー・テートによって提示された結び目理論における3つの予想。長く未解決だったが現在では全て解決されている。テイト予想は交代結び目に関するもので次の3つからなる。反転操作、テートの第1予想と第2予想が正しければ 交代結び目の交点数は簡単にわかることになる。つまり、交代結び目には交代者映図があるはずなので、その交代者映図に存在する除去可能な交点をすべて取り除いて、規約交代者映図とすれば、その規約交代者映図の交点数を数えるだけで、交代結び目の交点数がわかることになる。また、 帝都の反転予想が正しければ、交代結び目のすべての規約交代者映図は、ある規約交代者映図に対して、有限界の反転を施して得られることになり、高々有限庫ということになる。第一予想と第二予想は、1987年頃に、村杉国を、ルイス・カウフマン・ティス・ツルス・ウェイトの3人によって、独立に解決された。 村杉国夫の論文によると、まず結び目の遮絵図と平面グラフの対応を使って、交代絡み目の連結な規約交代遮絵図の交点数は、その絡み目の常温図多公式の景観と等しいことを示し、そのことから第二予想が正しいことを導いている。テートの予想では、交代結び目に限定しているが、遮絵図が連結であれば、 交代絡み目に対しても成立することが示されたことになる。第一予想も、ジョーンズ多項式によって解決されており、元な交代絡み目であればその最小交点者 A 図は、すべて規約交代者 A 図であるということも示されている。また、この時計として、交代絡み目同士を連結はさせた絡み目は、交点数は、 元の交点数の和に等しいことや交点数が奇数の交代絡み目は両手型ではないことを示している。テートの反転予想は1993年にウィリアム・メナスコとティスツルスウェイトによって解決された。ありがとうございます。